じゃあもしかしたら昔の思い出を見落とせるかも。ぜーなんか落ちたね。Hey, what's up? 元気です。ゆめです。ちゃんゆです。今日の企画はアイスギアでむちゃくちゃしちゃおうぜ。はい、今日は渋谷のビーボさんとのタイアップ案件なんですけれども、普通にやっても面白くないから人間と元気が相席に挑んでもらうんですけど、はい、元気は元気、本当に元気で、はい、で、うん、人間だけ、俺と社員から指示を受けて、キモいやつ、そう、やべえやつっていう中でうまいこと、うん、女の子を楽しませれるかっていうところが、まあ、ポイントになりますね、はいはい、なるほど。まあパシフィックなんで、はい、イヤホンが必要だと、はい、そうだね、ってなったら、あの人間さん髪そんなないんで、こういう被り物をしないといけないか。今回はそのガチ知らない人パシフィックだからさ、はい、バレちゃいけないから、ね、本当にバレちゃいけないし、カメラも最小限で、本当にガチンコなんで、いやー楽しみだね。ちょっと待って、ああこれやん、すげえ、やばいんじゃない。いやてか俺こんな広いんやと思ったけどね最初。だってあっち。だんだんだね。これでも買ってくるあれ。これで消毒。そうそうそう。失礼します。さっきもありちゃありだよね。はじめまして。こんにちは。こんにちは。チェンジで。ああ今見ろ、使いな。今見ろ、使いな。お前並んで、お前ちょっとさ、やばいんじゃない。ちょっとそこ並んでみ。なんかキモいよ、人間。人間、キモいな。やばいな。あんなブワーってある中で、奥に行ったところに今日のビップがありますからね。これは期待されるでしょ、だって完全に。いや、これ扉開けたら。これですから。すごい。すごい。オードブル、これですか。ビップのお客様に。はい。うわ、これとシャンパンの方が来ます、はい、シャンパンも来るんですか。はい、飲んじゃおう。すごい、皆さん、皆さん、うわ、あれ、俺の手が反応しない。はい、はい、どうぞ。来ました、来ました、どうぞどうぞ、ウェルカム。はい、座っちゃった。人気みたいに固まってるよ。こんにちは。なんでなんで。いや、夏なのにめっちゃ。あー、お前なんかそういうとこあると。めっちゃ話してくれるね、でも。いいよ。あ、でも、これしよう、飲もうよ。シャンパン開けます。入れてあげなよ。まあ、置いちゃって、置いちゃって。じゃあ、それが元気って言います。元気だ。元気、元気。お前はこうちゃん。こうちゃん。こうちゃんキモいな。こうちゃんなんや、今日僕らの運命の出会いに。シャンパン。おい、じゃあ人間は時間で行きましょう。もう人間では継がずに。ビンゴと。やばい、やばい、やばいや。出た。乾杯。何やってんのお前。いいね。いいよ。いいよ。でもすごく似合いますね。大丈夫。咳込んでるや。咳込んでる。お前そんなキャラだったっけ。ごめんごめんごめん、規模が違うんだ。ごめんごめんごめん、一発ゲットするわって。ごめん、一発ゲットする。なんでなんで、本当ごめん、本当ごめん、本当ごめん、ごめんごめん、場の空気ちょっと悪くしちゃった。場の空気悪くしちゃったから。ごめんなさいね。修正する。一発ゲットする。こちらの一発ゲヤグゲヤグゲヤグ。とっとこハム太郎、大好きなのは日替わりのカレー。自分で笑うわ。ごめんなさい。こんなね、元気がさ、突っ込むの見たことない。見たことないよ。こんなだって、こんなだって、見たことない。突っ込む。やる人が笑うの違う気がするな。最後まで見たかった。よしよしよし。俺もお前だってさ、ちょっとお前聞いてるとき目がこういってるんよ。はいはい。ちょっと怪しい。ああ、じゃあそのままね。うん、そんな。来たね、来た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 。失礼します。うん。それご安心になりますので。はい。手前のここまでお願いいたします。なるほど。寒くない？暑いな。暑いな。よかった。あ、でも、あ、かわいい。いいんじゃない？よっしゃ、かわいい。ありがとうございます。よっしゃ、かわいい。最悪。この声出ちゃってるな。嘘。びっくりだね。
大学生？社会人。あ、社会人か。いやいや、どういう男性が徐々にじゃあさ、ボタン外してって笑ってます、笑ってます徐々にね。まあ一旦まず、はい、素で面白いです。今一個外しました。どんどん外して、どんどん、どんどん外して。初対面だから、まだとか言いながら、相槌打ちながら。まあまあそうだね。普通に一緒にエアコン一緒に暑くてエアコンとか使うの聞いてみる。つけましょうよ。あ、気にしないで、全然頭も熱いですよ。頭、帽子が熱い。これはなんかいつもこのスタイル。え、それは冬用じゃないですか。これ、え、冬いや、これこれつけないと死んじゃうんで、取ったら死んじゃうんで。なんで、うわ、滑ってる、滑ってますなんで。いや、これ本当に死んじゃう。追い詰められてるよ、大阪の人に。怖っ、やめて、あーもうやめて、もうやめてくださいって。 SNS を見てたらつけてるよ、よく。もうやめて。うわ、怖いとやってないと思う。どうした、まあ落ち着こう。おい、はい、どうした。トラウマ。あ、これ撮ったらよくない。大阪のトラウマね。大阪のトラウマ。GoPro はあと20分ぐらいかな。そうね、 GoPro は怖いで。ピーって言っとこっか、ちょっと定期的に、うん、一旦いきなりちょっとピーってどっかで言って。あ、一応ね、立ち上がっていきなり。あと飲み行こうよ。行きます。あ、ユキさんが昔クリアしてるわ。ピーどうしたのほんまに。ピー、たま、ごめんたまにピー。あ、OK。 あ、ごめん、ちなみにピーって出ちゃうね、声が。こいつも本当はいいやつなんだよ。それもっと知ってほしい。まだ怖いかな。成田亮だよね。結構好感度高いじゃん。刺さってるね、顔は刺さってる。ほんまに見とる。成田亮っぽい、ちょっと人間さんっぽいことやっていいよ。あの、子猫ちゃんみたいな。うん、見てない結構。マジで。じゃあもう子猫ちゃんだ。おお、ほんまだ。いいよ。やっぱこのキャラすごい。いいね。成田凌っぽいのを、じゃあオリジナルで成田凌っぽいの。あなたの瞳にラブミー。あなたの瞳にラブミー。どういうんすよ。どういう芸能人が好きなんですか。アイドル、嵐とかアイドル、地下アイドル。男。ちなみに京本大我。あー、ストーンズか。ストーンズ。へぇ、チェンジって大きい声で言って。いけ。もう動きつけていいよ。動きつけて立ち上がってチェーンジって。じゃあもしかしたら昔の思い出を見落とせるかも。チェーンジ。なんか落ちたね。あー、怖い。そうね、もっと知りたい、二人のこと。俺のことも知ってほしいし。あ、これ話す。そう、俺がめちゃくちゃ一番東京で一番おすすめの店が近くにある。あ、もうそうそうそう、そこに連れてきたいね。まあそろそろでも時間的にも。そう、この後もうお腹いっぱいなんですよね。あ、でもそんな別にちょっととかキビー。じゃあトイレ行ってくるわ。じゃあ行ってくる。チェンジ。いや、チェンジなのか。でもチェンジする時間ある。可愛いんですけどね、この人たち。そう、こっちのうち手前の子がタイプです。この2対1の空気地獄やろうな、マジで。ヒゲさん、この空気がすごい地獄だなって感じたら右手あげてもらっていいですか。いや、まあそうですよね。さっきからもかわいそう。そうね、ヒゲさん、ごめんな。これちょっと成功しよう。ガチで通らしいパターン行こう。うん、邪魔がなければできるってことを俺たち証明しよう。そうだね、うん、でもやっぱさっきのさ、第一声のさ、よっしゃかわいいはさ、うん、やっぱ致命傷。え、そこだね。それでも終わったんや。いや、こっち側絶対面白い。つかみさん、めちゃくちゃ、こっちめっちゃ楽しい。俺はもう、ちょっと、ほんと、もどかしい。面白いよ、面白い。綺麗にストシで。こっちの引いた顔、俺真正面に見えるから。あ、こんにちは。あ、来た。さあ、3組目です。最後、最後、黙ってください、最初の方は。あ、頼んだね。プレミアムモルツ。おっきいって言った。
と20分ぐらいかな。そうね、 GoPro が怖いね。やばいやばいやばい、気づかれてる、気づかれてる、めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてる、これはやばいぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、最後まさかのツルドセットと思ったら、チェンジ。まあ落ち的にはまあ面白いし、面白い。最後の最後で、それどんな感じですか。多分行く、多分思ってもらえるかなって。それ結構軽いと思ったその流れで行っちゃおう、行っちゃおう、まあ、わかりますね。PPP が原因なのか、うん、まあシンプルに2人の技術が、うん、まあわかりませんけども、まあ、タイプじゃない可能性もありますか。いや、多分ね、俺確実に言えるよ、うん、これこれそうな、 100% これ、まあ、ということで、はい、まあ、でも店自体は良かったでしょ。いや、楽しかった、めちゃめちゃ楽しかった、ね、美味しいし、料理も美味しいし、うん、環境はいいんだろうなと思ったんですけど、うん、あのなんかまあ、チェンジもできます。スムーズやし、スマホがね、今後、うん、本当はスマホなんでしょ。そうだね、ラインアットで、ラインアットでできるってなったらもっといいやろうし、うん、これが現実でございますよ。まあまあ、そうだね、まあ、プライベートでリベンジしましょう。みんなプライベートでリベンジしよう。普通にね、うん、いい子たちしかいなかったからね、うん、確かに、うん、いや、本当にいい子しかいなかった。普通にやってたら、そう、楽しくもっとできる、うん、疲れないはず。愛車の酒でも飲む。はい、お疲れ様です、はい、乾杯して。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。美味しそう、すげえ。いや、すごいな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。まあ、これはもう、ね、負けたからね、元気たちが。慰めの慰めフード。慰めフード。まあね、そうやって音が強くなる。負けてね、傷の数だけ。そうだね。何年ぶり？マジ大学生の頃に。うん。うん、まこれ。だぐらい。うん。でもまあ楽しかった。よくやってる。俺がこれでもういけるかっていう企画だから、まあ、俺がダメだったよ。俺がダメだったんじゃないけど、本当に何でこって、本当に、なんでお前へこんでんの。なんでへこんでんの。なんでなに、本当に恋してしまったの。あ、いいの。おー、チャンネル、チャンネル登録してほしいよ。ハバナアイスデイ。イエーイ。いけないじゃん。